本日は香川県高松市、通称鬼ヶ島こと女木島と、小木島の動画です。女木島は高松駅前桟橋からフェリーで20分ほどの距離にあり、船は2時間間隔で運航されています。鬼ヶ島大洞窟は、標高187メートル、港からおよそ2キロ離れた山の上にあります。通常はバスが運行されていますが、冬期間の平日はバスが運休するとのことで、電動自転車で向かいました。大正3年に発見されたという洞窟内には、鬼や桃太郎の像が展示されています。港付近には、集落を潮から守る大手という石垣や、鬼の像、モアイ像などがあります。付近には弓ヶ浜海水浴場があり、夏季は多くの人で賑わうようです。次の船で小木島に向かいます。女木島からは15分ほどです。小木島は平地が少なく、集落は島南部の傾斜地に密集しています。集落には瀬戸内国際芸術祭にちなむ作品がいくつかあり、新しいフェリーターミナルもその一つです。タコ壺のような作品もありました。1895年に建設された小木島灯台は、港から40分ほど歩いたところにあります。その先の山の上にもタンク岩などの史跡がありますが、体力と時間がなく今回は断念しました。集落には猫が多く、猫と遊ぶことを目的に来る人もいるようです。大変綺麗な夕日の中、高松に戻りました。